鴨川シーワールドは、千葉県鴨川市の東上海岸と、国道128号に挟まれて立地する、大規模な総合海洋レジャーセンター、博物館相当施設。グランビスタホテル&リゾートが運営している。1970年10月に、8州観光株式会社によって開業した。イルカやアシカなど、怪獣の展示飼育に力を入れ、猛獣とされていたシャチを男性が飼育調教した。シャチ以外の怪獣によるパフォーマンスもある。シーワールドの開園によって、それまで海水浴程度の観光地だった鴨川に、鴨川グランドタワーをはじめとする、リゾートホテルや旅館、保養施設が建設されるなど、南房総は通年リゾート地に変貌した。また、シーワールド敷地内には直営のホテル、鴨川シーワールドホテルが1971年に設立されている。1986年に八州観光が三井観光開発に吸収合併されてからは同社の主要施設となった。1987年にシャチパフォーマンス専用で約2000人収容可能なオーシャンスタジアムの新設。1996年12月に屋内水族館パノリウムをリニューアルしたエクアローム。1998年7月にロッキーワールドとアシカパフォーマンス専用のロッキースタジアムの新設。2001年7月に南太平洋の魚類を展示するトロピカルアイランドとウミガメの浜の新設と展示施設を拡大してきた。なお、新型コロナウイルス対策のため令和2年7月23日から8月30日までは入館人数を制限していた。シャチパフォーマンスの様子東西に長い敷地を持つため、おおむね東側から順に記載する。バックヤード等を見学できるツアーや怪獣との触れ合い体験を有料のディスカバリーガイダンスとしてロッキーワールド開設時より本格的に毎日実施している。当日、園内案内所にて、参加券を先着順で購入する。休日と夏休み期間などのピーク期は人気であるため、2005年頃から開園30分前に整理券を配布し、そこからの先着順で販売するようになった。ファンクラブ組織のドルフィンドリームクラブ会員は、料金が優待される。あらかじめ参加券がセットされた。入園券プランや、鴨川シーワールドホテルの宿泊プランも設定される、時もある。原則1日1回実施する。ゴールデンウィーク等のピーク期には2回以上実施する場合もある。テレビ CM は1970年代から断続的に制作、放映されている。近年は、春から夏にかけてのレジャーシーズンに日本テレビで、朝のローカル枠に放映されていた。グランビスタが産経ビルに買収された2015年以降は同じフジ産経グループのフジテレビで CM がオンエアされている。この CM は公式サイトでも視聴できる。開園当初に映画カメラ隊深海怪獣ジグラの作品の舞台となり、当時の施設の様子も伺えるようになっている。2001年の映画ウォーターボーイズではシーワールドとしてロケに使われたほか、同年8月の夜にロッキースタジアムで試写会が催された。ANA 機内誌、翼の王国2007年12月号では、シーワールドのシャチとロッキーワールドの怪獣を中心とした特集が掲載された。2012年、読売テレビ他で放送された深夜アニメ、リンネのラグランジにも登場している。また2013年に、バンダイの DVD、ウルトラマンみんなで、シュワッチ、海の生き物編のロケ地に使用され飼育係も登場し、初代ウルトラマンとウルトラボーイが訪れた、ウルトラ怪獣散歩のロケ地にもなった。2021年2月には、公式テーマソングとして、Dream AmiのWonderful worldが制作され、テレビ CM や園内動物パフォーマンスの挿入曲に起用された。2015年12月以降は、ラビー、ララ、ラン、ルーナの4頭を飼育している。ラビー、ララ、ランは、姉妹、ルーナは、ラビーの娘にあたる。このほか生存する家族3頭、ステラ、アース、リンが名古屋港水族館に飼育されている。2002年から2004年にかけて多摩川から荒川に出現した野生のアゴヒゲアザラシのタマちゃんなどと同時期の2003年冬にシーワールド前の東上海岸にアザラシが出現し、波打ち材で寝そべるなどの行動を見物人に見せていた。発見当初はシーワールドのアザラシが脱走したなどと噂されたが、実際は漂流してきた野生のゴマフアザラシであった。何時しかカモちゃんと名付けられた。このカモちゃんは2004年3月に姿を消したが、同年と翌2005年の12月頃に同じ個体が再び海岸に姿を現し、翌年3月頃まで見物人を楽しませた。シーワールドでは保護をする必要はないと判断したが、連日観察するようになり、その様子は公式サイトで随時更新されていた。アザラシの漂着は2006年春を最後に見られていない。2005年12月の再来時に鴨川市がカモちゃんの名で特別住民票の交付を開始している。これまでに魚類、ウミガメの繁殖に成功している。2003年は出産の当たり年となり、シャチセイウチカスピ海アザラシとドカリフォルニアアシカ、バンドウイルカの合計9頭が誕生した。王様のブランチなど、複数の情報番組やニュースで紹介された。このほか、カリフォルニアアシカについては2年に1から3頭ほど出産している。過去にはトドもアシカと同じペースで出産していたが2007年にオスの野佐が死亡したため、しばらく予定はない模様である。日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞した生物は次の通りである。プレートと受賞生物の写真がエコエクアローム内に展示されている。バンドウイルカの人工授精については、1982年から園内で研究を重ね2002年にようやく実施に移ることができた。同年10月に妊娠を確認し、2003年7月に母、スリムが出産してサニーと名付けられた。くしくも、鳥羽さんの最後までの研究課題であったとされている。2004年にジャザの古賀賞をシーワールドでは初めて受賞した。その後も別のペアで人工授精による出産に成功している。開園当初からシャチの飼育は行っていたものの、出産にこぎつけたのは1995年になってからである。マギーが3月3日に出産したものの逆子のため、わずか30分で死ぬ。1997年10月5日に出産した第2子も当日に死に、マギーも2日後に死んでしまった。後に別のシャチが出産したため現在このことはあまり知られていないが、出産個体の FRP 複製標本がシャチの新生児として箇条書きの説明プレートとともに、ロッキーワールド地下1階に展示されている。1997年にステラとリンゴの間で繁殖が確認され、1998年1月に第1子の出産に成功し、ラビーと名付けられて繁殖賞を受賞した。この快挙で鴨川シーワールドの知名度がさらに上昇し、来園者数も堅調に推移したとされている。後に同じペアで2001年にララ、2003年にサラ、2006年にランの計4頭の子が誕生し、パフォーマンスで活躍している。また2008年10月には10歳になったラビーと推定23歳のオスカーとの間に3世代目となる個体、アースが誕生した。同ペアからは2012年7月にルーナも誕生した。セイウチは1983年からムックとタックが飼育され、1994年に第一子の出産に成功し、チャッキーと名付けられ、繁殖賞を受賞した。その後も、同じペアで1997年に、キック、2000年に、ミック、2003年5月に、ロックが誕生しており、セイウチ一家として暮らしている。チャッキーは1999年に死ぬが、キックは2003年1月に南知多ビーチランドへ転居して、セイウチにタッチ。セイウチと記念撮影などの人気者となっている。その後母親ムックが2003年12月に死ぬ。しかし、タックとその娘、ミックのペアで2007年5月に、ミナが誕生し、一家の一員となっている。当館では、千葉県からの依頼を受け、源五郎もどき日本石亀宮古棚子といった、千葉県に生息する希少種を飼育し、保護、増殖による、系統保存に取り組んでいる。2010年以降は、千葉県環境生活部自然保護課、及び地元自治体、地元 NPO、研究機関から構成される、源五郎もどき保全協議会に参加して、源五郎もどきの繁殖活動に取り組み、2019年4月までに約1400頭を孵化させた実績を持つほか、同月には、県内の山間部に整備した。保全地にて、初めて幼虫の放流を実施した。2004年から、鴨川市の成人式会場が、鴨川シーワールドになっている。ありがとうございます。